YS-11 の名称由来は、この機の基礎設計をした輸送機設計研究協会の頭文字を取って YS とし、次の11はエンジン第1案、機体第1案の意味で、仮に YS-11 と呼ばれたものである。開発は順調に進み、YS-11 はそのまま正式名称となった。1957年、通産省は国内の主な航空機製作会社6社を集めて、輸送機開発協会を設立した。この目的は、第二次大戦後の日本の航空工業を再編することにあり、具体的には、中型の商業用輸送機の設計と生産を国産で行うものであった。基礎的な概要が決まった後、木村秀正博士のもとに輸送機設計研究協会が生まれた。はやぶさを設計した太田実、錦大邸の菊原静夫、ゼロ戦の堀越二郎、飛燕の土井武雄、飛龍の東条輝夫といった日本の代表的航空技術者が名を連ねた。一方、東大航空研究所の近藤二郎教授は、どのような飛行機にすればより経済的かという研究を進めた。座席数60以上、速度450キロ以上、滑走距離1200メートル以内という数値がその結論である。1959年1月基本設計が終わり、6月にはそれを具体化するため、日本航空機製造会社が創立され、YS-11 の製造が開始されたのである。